2023年秋冬のネイルトレンドのテーマはホープ。2023年秋冬ネイルトレンドテーマのホープをバルーンに見立てまして、こちらのデザインを作ってまいります。テーマカラーのマゼンダ系カラー JG002、 こちらを塗布して LED ライトで30秒硬化していきます。ブラシを使って塗っていきます。ベースカラーの塗布が完了いたしました。こちらのサークル型のモールドとビヨンドハイグロスノンワイプトップジェルを使用しまして、バルーンパーツを作ってまいります。ビヨンドハイグロスノンワイプトップジェルをこちらのモールドの中に流し込んでいきます。バブルが入らないように注意しましょう。それではモールドからパーツを外していきます。最初にはみ出してしまったジェルをツイザーで取り除いていきます。少し空気を入れてあげて、モールドからパーツを取り外していきます。このような感じでパーツが完成いたしました。ビヨンドハイグロスノンワイプトップジェルを全体にのせていきます。硬化はさせずにパーツをバランスよく乗せていきます。一度硬化していきます。次にラインストーンガムを使いまして、ブリオンやラインストーンを乗せていきます。硬化時間は30秒硬化です。ラインストーンガムはこのように粘度の高いクリア系のジェルで、パーツなどの装着の時に使っていきます。ノンワイプタイプですので大変便利です。このような感じで乗せましたら30秒硬化していきます。最後にビヨンドハイグロスノンワイプトップジェルを表面に塗って完成です。これでバルーンネイルの完成です。ぜひお試しいただけますと嬉しいです。ありがとうございました。こちらを塗っていきます。そして硬化しないままこちらも入れていきます。オーロラフィルムをのせていきます。一
度オーロラフィルムを定着させるためにミキシングジェルを塗っていきます。こちらのマゼンダを塗っていきます。このようにエッジの部分にぼかしておきます。そして逆サイドはこちらのカーキ、差し色にこちらを使っていきます。細筆にとってカーキの中に落とし込んでいきます。黒でラインを入れていきます。そして間にドットも入れます。こちらのバブリングジェルをミックスしていきます。こちらを容器の中でまずはしっかり混ぜてバブルを作ります。大きめの泡のところをすくって泡を崩さないようにで、これをスライドするように乗せてあげます。バブルの段差を埋めるためにミキシングジェルをもう一度塗ります。最後にトップを塗って完成です。